はい、どうもこういう機会にお呼びいただきありがとうございます。で、徳永先生から、東大の徳永先生から利用者として話すようにと言われて、断れずにここに登場したと。で、先生やってることを話してくださいということで、もう完全に要望でもいいですのでということなので、かなりトゲのあることが 出てくるかもしれないけども、非常にお許しください。私実はレアディジーズをやってるんですけども、実は人のそういうレアディジーズをやってる人が見るサイトっていうのはほとんど限られています。あまり見ない。で、見るところといえばですね、こういうゲノムのツールのリンク集で、DNA のデータがどこにあるかということぐらいしか、僕らレアディジーズをやってる方としてはほとんど見ません。で、ミューテーションがあった時にどんな立体構造が変わるんだろうと、そういう程度しか実は利用できないっていうところがあります。で、結構見てみるとですね、非常に整理されています。で、私たちはほとんど情報解析の素人ですけども、先ほどの先生が言ってたようにですね、これをしたいという目的を持ってこのデータベースに入ってくると結構サポートしてくれる。で、ただしですね、僕らみたいな素人はここを覗きに来ようと思わない。で、結局ですね、Google とかですね、Yahoo でこうやりたいことを探して一番上に来る英語のサイトに行くと。で、結局そこがオリジナルのサイトであったりして、統合データベースを活用しないということになります。なので、もしこう、きっと専門家なので、そういうサーチサイトに行って一番上に出てくるように誘導してくれると、多分皆さん使うようになるんじゃないかなと。利用者、完璧に何回かしか使わない利用者の目線です。で、ここ実はここにも非常に GG ジェノムとか GGRNA とかですね、結構こう面白いツールだなと思いつつ見てるんですけども、こういうサイトにっていうか、こういうのがサーチエンジンにかからないので、なかなかこうハードルが高くて見ないというのが正直なところです。で、ぜひなんかこう誘導するように、なんかうまいこと考えてほしいなというふうに思っています。で、これは徳永先生から教えられてというか、徳永先生と一回 G バスをやった時に、人のデータベース、バリエーションのデータベース、頻度情報ですね、これがどれぐらいあるかと、もう必ず見なければいけないので、このサイトは非常に使わせてもらいました。それと徳永先生から、生のデータで頻度情報でこうそのまま頻度の情報をもらって自分で解析したということもあります。これ実際のところ、このゲノムバリエーションデータベースというのはもうアップデートはされてないようですけども、今でも重要ですね。何か出てきた時に、これ本当だろうかと、自分のデータどうだろうかというところを見るにはやっぱり非常に役に立つので、こういうデータベース自身は保存しておいてほしいと、見れるようにしておいてほしいというのが、利用者からの本音ですね。これをアップデートしていくには、相当なウェットな実験が必要なので、お金がかかると思います。で、私がここに来た理由はここですね。先ほどの末松先生のお話でも少しありましたけども、人のゲノムの情報のデータベースを作ってほしいと。で、ここ情報解析の人で、データがあればデータベース化するという立場というふうに認識してますけども、この後ですね、人のゲノムのデータベースが絶対に必要になると。で、さっきの AMED の末松先生のお話でありましたけども、おそらくあそこにゲノムのデータが集まってくると。その時にですね、私末端で働いているものですけども、ぜひ統合して日本のデータベースとして使えるようにしてほしいというふうに願っています。
で、なんで私がそんなことを言うかというと、実は私、単一遺伝子病をやってます。で、先ほどのアイランドというか希少疾患ですね、もう変異遺伝子があれば病気になるというような病気を解析していました。で、今までここら辺のありふれた病気というのを解析していたんですけども、これはかなりですね、特殊な状況にあります。で、本当にデータベースというか、が必要になります。今からアイランドのプロジェクトが動くときに、これがないとほとんど解析できないという状況に陥るはずです。で、これはですね、今までやってきたありふれた病気の解析法です。で、患者さんの集団を集める、患者でない、病気を持っていない集団を集めて変異を数えるだけです。実際には何をしているかって変異を数えるだけ。で、患者集団に多いよねっていう変異を見つけて感受性遺伝子というふうにしていました。すごく単純、こんなもんコンピューターに入ればすぐ出る、データを出すのが大変なだけで、さっきの希少疾患単一遺伝子病っていうのは特殊な状況です。で、患者はものすごく少ない、ただし変異を持っている可能性が非常に高い。で、その変異はですね、実は非罹患者にないかっていうと、あります。これが問題です。で、それはですね、ここのデータベースがないと、もうどうしようもない状況に陥っています。で、先ほどの末松先生のアイラットのプロジェクトっていう時は、実はここの疾患がないで、人たちの DNA の変異のデータベースがないと解析が進みません。で、これですね、進みましょうか。で、上が今までのありふれた病気の、解析の方法です。単純ですね。疾患がある人、疾患がある人を集めていく。疾患がない人を集めてきて、変異があるかないかで分けるということをしています。で、単一遺伝子病希少疾患の時は、疾患がありっていうのがもともと4人とか3人とか。で、p バリューをこう出そうと思うとですね、こっちの方が低いんです。p バリュー自体。で、こっちの方がめちゃくちゃ p バリュー低い。で、こっち、ゼロにしても P バリューはマイナス11乗しかない。こっちはマイナス16乗になる。で、今まで効力を期待してたわけで、もっと状況が今複雑っていうのが分かっていて、1万ちょっと集めて、実はその標準のレファレンスっていうか、疾患がない人にも変異がある。で、患者を集めてきて、疾患がない人もいるし、ある人もいる。こういう状況が起こっています。起こります。で、今までは数千人の解析でよかったのが、こういう状況になるとですね、この P バリューを目印にやっていくと、1万人、10万人、100万人と、そういう状況のデータが必要になってきます。で、患者さんの情報、ここは先ほどの話でですね、共有しようという話になっていて、世界で共有できるんだろうと思うんですけども、ここの状況ですね、これが日本非常に弱い、取れていない、データベースセンターの責任ではなくて、これはおそらく省庁ですね、省庁のそのお金の出し方がですね、健常人のデータを集めようというプロジェクトになっていないというのが非常に問題ですね。1万人では足りないという状況になってきている。で、ここのデータが欲しいということで、で、これはデータベースセンターの責任ではないんですけども、今から出てくるようなその健常人のデータですね、それをぜひともこう集めてというか、文科省、厚労省、それこそ A 面と、そういうところから出てくると思いますので、ぜひともこう個人情報に触れないような形で、必ず全サイトですね、32億円について
変異のアリルが2あるとか、変異でないマジョリティのメジャーなアリルが9998あるとか、そういう情報でもいいので必ず必要です。これが必要な。この数字、何個変異があって、何個変異でないものがあるかというのをぜひとも私たちは使いたいというふうに、希少疾患を研究している方からはそういうふうに思っています。で、実は統合データベースには GBAS で使っていたようなマイナーアリルフリクエンシーといいますか、結構変異の頻度の高い部分ですね、それは結構集まってきて、デポジットされています。松田先生とか末松先生、山本先生、久保先生なんかが登録してもらっていて、スニップというか、結構変異の頻度の情報があるところには登録がたくさんあります。で、ただし、よく見るとですね、この NVDC のヒトデータベースの、今私が言ったようなですね、全ゲノムのにわたるアリル頻度の少ない情報ですね、これに関してはもう日本としてはもう目も当てられないというか、すごく少ない状況です。で、全世界的に見ても実はパブリックになっているものはほとんどないです。で、おそらくお金を出して何か買えばできる状況なのかもしれないですけども、ぜひここら辺の頻度情報の少ない、先ほど末松先生も東北のデータベースとか言ってましたけども、結構は集まってきていると思うので、個人情報が特定されない状況ということで、ぜひ公共で使用できるようにお願いしたいなというふうに思っています。で、先ほど末松先生の話で出てきましたけども、エクソームという解析方法があります。これは全ゲノムではなくて、タンパク質をコードしているエクソンについての変異の頻度情報というのがあります。で、これはですね、統合データベースからは入っていけないところにあります。で、これは京都大学の松田先生のところに置いてありますけども、厚労省の科研費で集めた、どこですかね、東北大学と成育医療センターと横浜市立大学と京都大学と東京大学ですかね、この5つで集めたエクソン上のレアバリアントの頻度を集めたデータベースです。で、こういうデータベースはですね、実は皆さん、レアディジーズを研究している人はすごく欲しています。で、これは1200人ですけども、きっとこれはこの時に一生懸命頑張ったんですけども、アップデートされていくっていうことはほとんど多分期待できないことになっています。で、ぜひこういうのもアップデートしていかなきゃいけないんだけども、お金の切れ目が縁の切れ目状態でアップデートすることがないので、ぜひ機会があったらというか、統合してデータベース上でアップデートしていけるように、うまいことをできればいいなというふうに思っています。で、少し長崎大学の宣伝ですけども、今の実はレアバリアントの情報というのは、アノーバーと書いてありますけども、これ病気に関係しているかどうかっていうのを自動的にアノテーションしてくれるプログラムですけども、これに使えるようにコンバージョンしなきゃいけないというところがあります。で、実はそのコンバージョンするっていうところもですね、やってくれないんですね。ここにいる人に頼めば多分ひゅいっとすぐやってくれると思うんですけども、実はあんまりバイオの研究者でこういうことをやってくれる人がいなくてですね、うちでは三島先生という先生に非常に助けてもらって、自分たちで使えるように実はコンバージョンしていいように使っているというところがあります。で、ぜひこのデータベースのところはヒトゲノムのところに少し弱いんじゃないかなと思って、ホームページを見ているので、ぜひこういう共通のフォーマットとかですね、レアディスオーダーにも少し興味を持ってもらって研究してもらえるといいかなと
というふうに思っています。あ、これが三島先生のサイトですね。でここから今の VCF のファイルっていうかそういう頻度情報をアンオーバーで使えるようにコンバージョンするプログラムを三島先生が公開しています。でもうこれ私の最後ですけども、これがまあまあ今のところ言いたいところで、これ教科書に載ってるもんです、人の分子遺伝学というところに載ってるもので、実はこういうことをしたいと。21世紀の医療っていうので、まあ、診断予防っていうところから予防予測とか発症をなるべく先送りすると、症状を軽くしたいということを目指して、先ほどの G バスとかですね、今のレアディジーズですねを始めています。でただ今のところですね、一生懸命やってもですね、 G バスにしてもレアディジーズにしても、まあなかなかこっちの情報から状況から抜け出せないというところがあります。でリスク因子をうまく予測できないと、予測できてもまあ 30% ぐらい高くなりますよというところです。レアディジーズについてはそれはオッズ比はすごく高くて、変異があればもう100、1000倍2000倍ぐらい危険がありますよということですけども、先ほど言いましたようにですね、公共のデータベースがない、健常人のデータがないので、本当のことはよくわからないという状況が今の状況になっています。で、まあ、研究する方としてはですね、リアクティブメディスンというのから 4P メディスンというふうに宣伝されてますけども、まあ、レアディジーズを研究している方と、まあ、コモンディジーズを研究している方としても、ぜひこっちの状況に持っていきたいというふうに思っています。で最後にもう一回、ぜひ健常人の1万人10万人に対する全てのゲノムのサイトに対してのバリアント情報が必ず必要になります。これはもうさっきのアイランドもが非常に大きな役割をするんだろうと思うんですけども、ぜひぜひそういう目で網を張っていて、なんか省庁の話があったら、なんか文科省、厚労省、衛生とかですね、ずうずうしく言ってですね、公開させてというふうにぜひお願いしてほしいなというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。